ならあの鉄雲を排除できる。シャンドラがあった場所は見当がついている。ついてこい。ドクロの右目と同じ場所に黄金があるとしたらそこかもしれないわね。いかん、うっかり手を出してしまったか。まあいい、生き残りを追い詰めてやろう。次の脱落者はお前か。なんだてめえは。俺は先を急いでるんだ。問答無用、排除するのみ。消される玉じゃねえんだ、これは。消してやる。任せて。ここが俺たちの故郷。さすがはゲームの生き残り、少しはやるじゃないか。いや、ハハ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 。俺も頑張るぞ。これは誇り高きシャンドラの戦士。どんな敵だろうと膝を折りはしない。行儀は悪いな。雷警報発令よ。これが覚悟だ。ディジェクトカノン。俺たちの金は、シャンドラの火はどこに。地図が示していた場所は確かにここなのに。政界の盗賊どもとシャンディアが手を組んで何を企んでいるのかと思えば、狙いはそれか。悩み多きこの世だ。子羊が何を望もうと構わんが、空に根付くこの国そのものが土台不自然な存在なのだ。土には土の、
人には人の、神には神の帰るべき場所がある。そうだ、全ての人間をこの空から引きずり下ろしてやろう。そんなことをすれば黄金の金までも失ってしまう。あの金はあなただって欲しいもののはずよ。心配には及ばん。すでに金がある場所の目安はついている。このサバイバル、予想より生き残りが多くなったな。神が予想を外すことはできん。さて、誰が消えてくれる？お前が消えろ、不届き。私は神だぞ。何事も意のままにする。私の思う世界を作るのだ。マックス2億ボルトバーリー。いやついにこの箱舟の究極の機能への回路が開かれた。排出されたライオンはエネルギーを増幅させながらスカイピア全土を闇と共に包み込む。さあ、宴を始めようじゃないか。ママラガン、ルフィが倒してくれる。私たちは急いでメリー号へ戻るのよ。もはや手遅れ。誰一人生き残れはしない。これじゃ空島が跡形もなくなっちまうぞ。ルフィ、そいつの落雷を止めろ。任せておけ。おい、よっと。邪魔をしようというのか。行くぞ。ゴムゴムの。これが覚悟だ。ディジェクト。ガノン。私は神だぞ。これ以上私の邪魔をするな。
の小僧にもママラガンは当たったはず。ギリギリで避けているとでも言うのか。ガトリック、大戦士カルガラ、シャンディアの戦いを見ていてくれ。やってやろう。俺の前では何もかもが無力。故に俺は神なのだ。エルトール。そうよ。少し考えればわかることだったのよ。ルフィに雷は効かない。ゴムだから。もしかしてルフィはエネルにとって世界でたった一人の天敵。なんだというのだ、貴様。こりゃルフィ、海賊でゴム人間だ。雷なら効かねえ。このゴムのナイフ。効かんと分かればそれなりの戦い方がある。やってみろ。これが覚悟だ。ジジェクト！ガノン！我は神なり。なかなかパラミシア一匹ひねりつぶせんわけがない。神だ神だとうるせえな。何一つ救わねえ神がどこにいるんだ。やってやろう。もう誰にも止められん。ガノン！任せておけ。このゴムの俺は誇り高きシャンドラの戦士。どんな敵だろうと膝を折りはしない。覚悟だ。ジジェクト！ガノン！グローム！ハドリング！落ちろ、空島と共に。エジェクトは鳴らせ麦わら、シャンドラの火を。
待たせた。あんたの子孫に届くといいが。